調査兵団がトロストクへと帰還した後、兵団内では組織の再編が行われ、104機の調査兵たちは新生リヴァイ班に組み込まれることとなった。リヴァイ班はエレンとヒストリアを守るため人目につかない場所に潜伏し、アンジラと共にウォールマリア奪還作戦に向けて極秘にエレンの硬質化実験を進めていたが、過酷な実験を繰り返すも成果は一向に上がらず、作戦開始の目処も立っていなかった。そんな折、弊社で保護していたウォール卿の司祭ニックが中央憲兵の手で拷問殺害されるという事件が起きる。ハンジはすぐにエルヴィンへと伝令を飛ばし、この事態を伝えるが、伝令が持ち帰った手紙にはさらに驚くべき知らせとエルヴィンからの指示が記されていた。中央から調査兵団の壁外調査を全面凍結し、エレンとヒストリアを引き渡すよう命令があったのだ。エルヴィンの指示に従って撤収した直後、拠点はたちまち中央憲兵によって制圧される。そこでリヴァイ班はエレンとヒストリアをピクシス司令の兵舎に移送すべくトロストクへ赴くが、あまり団子になった。なんで王家の旗。あっ、今日気をつけろ。うし、おあ、アイム、じゃなくてクリスタとエレンがまたさらわれてしまった。大丈夫か、ウマヅラなのに。中の様子はどうだ。急がないと。そうか、足の調子は悪くない。あとはお前らで了解。それから